膜構造、膜構造は、その材料によって分類した場合の建築構造の一つ。もっぱら引っ張り材である膜材料と、その他の圧縮部材を組み合わせて構成するという手法であり、主な形式として釣り構造、骨組み膜構造、空気膜構造がある。博覧会のパビリオン、倉庫、ショッピングモール、競技場、駅舎などに使いれ、特に大空間を持つ。 建築物でその利点を発揮する。布や比較などの膜状の部材をロープで吊ったり、骨組みに貼り付けたりして、うろをしのぐという行為自体は、古来より、天と天幕という形で、世界各地に見られたものである。しかし、これが、建築学や構造力学の文脈で扱われるようになったのはごく最近、20世紀以降のことであった。 それまで学問として扱われてきた建築物は固く頑丈なものばかりであった。膜構造を本格的な構造形式として確立した人物として建築家フライオットーが挙げられる。20世紀後半、彼は石鹸の膜を使った実験などを重ねながら軽やかでおおらかな建築物を設計していった。建築物として評価され用いられるようになった。 膜構造は、レンガや鋼やコンクリートなどで工夫を重ねて実現してきた大スパン加工への一つの新しい回となった。特に100メートル以上のスパンを柱なしで飛ばすことのできる技術として競技場の屋根などに好んで用いられる。膜構造の建築物には以下のような形式がある。膜は引っ張りのみに効く部材であり、膜単独で構造を成り立たせることは、 不可能である。膜に柱、骨組み、内気などの圧縮部材を組み合わせることになる。なお、以下のように厳密に分類できるとは限らない。空気膜構造の形態でありながら、骨組みを持つもの、マストで釣ったものなど、これらの複合構造も存在する。サスペンション構造とも言う。マスト等を立てて、ケーブルを張り、膜材料を、 髪型から吊るというテントのような構造を。重力を自然に感じさせる、しなやかな局面を生かした衣装が実現可能である。公共な壁などの上に屋根をかけるものもある一方、博覧会の広場や鉄道駅の屋根、競技場のスタンドのように、公共な構造を持たず自由な出入りの可能なものもある。その他にも、設営の容易さを生かした仮設倉庫やイベント会場といった具合に、 用途は広い。ミュンヘンオリンピックの競技場及び公園などの例がある。なお、釣り構造自体は膜以外の材料にも使われる構造形態であり、その例として、代々木第一体育館がある。鉄骨作り、木造などの骨組みを作って膜を張る。提灯をイメージすると良いだろう。北京オリンピックの水泳競技用スタジアム、北京国家水泳センターは、 構成のフレームに半透明の膜を貼って膨らませ、水泡に包まれたような空間を創出している。簡易な骨組みに膜を貼り付けた鉄道駅の上や競技場のキャノピーなどの例も多く見られる。エアサポート構造、ニューマチック構造とも言う。膜材料、または膜材料及び補強ケーブルで屋根を構成し、屋内の気圧を外より、 わずかに高くすることによって死する、もしくは二層の膜をキルティング状に膨らませ、中の空気と合わせて剛性を持った壁のように扱う、見た目は大きな風船のような形状。しかし、風船は空気を充填して線をする密閉型の構造であることに対し、この構造は送風機等で常時空気を膜内に供給し膜内の気圧を維持するという、 風船とは明らかに違うものである。この構造で用いる材料には、特に機密性が要求される。広大な部柱空間を作れるため、特に屋内競技場の屋根として好んで用いられる。内外圧力差で屋根を持ち上げる形式には、東京ドーム合成を持った壁として用いた形式には、アリアンツアレナなどの例がある。材質は主に人工繊維であり、ガラス繊維。 ポリエステル繊維膜など様々な種類が使われている。ただし、これらの材料単独では、紫外線曝露などにより劣化が生じる。高級的に使用される建築物の場合は、特に耐光性を重視して、合成樹脂で繊維をコーティングしたコーテッドファブリックを用いる。耐用年数としては、ポリ塩化ビニル樹脂製のコーテッドファブリックの方が短い。 その一方で4フッカエチレンコーテッドファブリックはアメリカでは40年間弱の長期にわたり耐光性を維持している事例もある構造を維持するために求められるのは引っ張り強度であるその他の性能として防水性耐火性などが要求されるほか透光性の材料を用いる場合は紫外線のカットなどを考慮する必要があり空気膜構造では特に構造上 機密性が重要となる。膜構造の建築物には、外して以下のような問題点がある。これらを解消するか、これらが問題とならないようと、立地に用いる必要がある。膜材料には、以下のような特性がある。膜構造建築物の設計において、特に重要となるのは、膜材料に与える張力の調整である。例として、水平に敷いたシーツのような布を、 指一本で下からついて持ち上げる様子を思い浮かべて見ると量。その布がピンと張られた状態であれば、布は四角錐に近い形状を呈しながら持ち上がる。しかし、布がたるんだ状態で同じような動作をすれば、今度は布は緩やかな局面を描くように持ち上がる。このように膜に与える張力を変化させることで、その形態は大いに変化する。 想定する形状を実現するには必要な張力を算定し厳密に初期張力を加える必要がある。思考においては徐々に形が出来上がって完成型に近づいていく木造、石造、コンクリート作りなどの建築物とは異なり、膜構造建築物では最終段階までその形状が現れてこない場合もある。特に エアサポート構造では、加圧して屋根を膨らませる、インフレートという工程を最後のわずか数時間で行う。競技場として、著名な東京ドームは、1987年6月28日の早朝2時間半ほどで膨らまされた。マック構造建築物でも、他の構造形式と同様、空調、温熱、給排水などの設備は求められるが、以下では、 膜構造建築物特有の設備を挙げる。空気膜構造では、内外の気圧差を保たなければ構造が成り立たなくなる。ため、屋根、壁ともに開口を設けることが困難となる。屋内外の気圧差が不足すれば、屋根はたちまちしぼんでしまうのである。そのため自然換気は難しく、空調はもっぱら機械に頼らなければならない。 気圧の調整のための大型送風機を設けたり、出入り口に回転ドアを用いるなど、設備も特別なものが必要となる。もともと材料自体が薄く屋根荷重が小さいのが、膜構造の特徴でもあるが、雪が積もった場合には、それが通常の数倍数十倍に増し、構造的に致命的となる場合がある。特に、エアサポート構造は、屋根全体の陥没という結果をもたらす。 積もった雪がとどまりにくく滑落しやすい形状をデザインするほか、特に降雪のある地域に建設する場合には、融雪用の電熱線どを組み込むことがある。また、空気膜構造では、二層の膜の間に温めた空気を送り込むことにより融雪を行うという手法も用いられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。